to say for God's grace! チャンチャランチャラチャラン。はい、はい、チョルドでーす。ポーということで、今回はですね、いつも僕がピンで質問コーナー、担当ホストと、仲悪いんですけどどうしたらいいっすかとか、このホストちょっとキモないみたいな、という質問に答えるコーナーを一人でやってますけど、まだみんなにはね、出せてないコメントたくさんあります。その中でも、結構多いコメントがあります。そのコメントに今回は答えていきたいと思います。それは何かと言いますと、キャバクラ質問コーナーということで、キャバクラ屋さんに対しての質問のコメントが結構あります。ホストってキャバクラ行くのとかね、ホストはキャバ嬢好きなんでしょみたいな、こういうコメントがね多々あるんですよ。でそういうコメントをいつものね、ホスト関係の質問だけ答えてましたから省いてたんですよね。だけどまあこれはこれだけでやったら面白いんじゃないかなと思いますんで、今回はキャバクラに対してだけの質問コーナーやりたいなと思います。それではキャバクラ質問コーナーまで、スリーツーワンホー。では早速どんなコメントが来ているのでしょう、見ていきましょう。一つ目、ホストはキャバクラに行くんですか。はい、来ましたね。結構オーソドックスな質問ですけど、気になってる方多いんですかね。なんかね、勝手なイメージですけど、ホストとキャバ嬢ってこうなんか繋がってるって思ってる方結構多いですよね。僕はね、あんまりこうホストとキャバ嬢繋がってる感を感じないんですけど、一般の方は女といえばキャバ嬢、男といえばホストみたいな感じで考えてるんでしょうね。ホストはキャバクラに行くんですかという質問ですが、行くか行かないで言ったら行きます。でも内容がねちょっと違うんですよね。例えばね、まあサラリーマンの人がさ、キャバクラに行く時ってまあ付き合いやと、上司との付き合いで行かなあかんねみたいな言ってる、その付き合いとはまあちょっとちゃうかな。特にね、僕よく動画でキャバ嬢やって言われてるんですけど、あれを言われるきっかけになったのは、僕らってまあ僕がやったら19からホストやり始めて、例えばナンバーワン取った時とか誕生日の時とか、そのホストの先輩からお祝いされる時に、スポッチャ行こうやとかさ、公園で遊ぼうやとか、なんていうか映画見に行こうやみたいな言われないんですよ。どこ行くってなったらもうそういうお店になってくる。特に僕はそういうところで幼い時からというか、あのホストやり始めた時にそういう環境で育ったから、それが楽しませれる方法やと勝手に思い込んじゃってるんかな。なんで誕生日やし映画でも行くみたいな、ナンバーワン取ったしボーリングでもやりに行くみたいな、そんななんか感じにはならないよねっていうのがまあ正直なところですね。だからそういう楽しませ方しか知らないっていうのが正解かもしれない。そういうね、機会の時にキャバクラに行くってことになるんですけど、キャバクラ屋さん行ったらさ、お酒作ってもらったり、いつもはまあ自分らがやってるわけなんやけど、そういうとこに行けば、まあやってもらえるという、まあ接待っていうかな。で、それをやってくれることによって、まあ僕らはスムーズにお話ししたりできるんですよね。例えば従業員とこう会話するのにさ、一時こう自分でお酒ついたりとか、そういうのをせずに、普通にこうスムーズに会話できるし、まあ気を使わずに話せる場っていうのが一番近いんかな。ちょっと難しいところであるんですけど、で、まあ僕の中ではもう一個目的があって、接客する側っていうのはされる側から物を見た方がいい時もあるんですよね。例えば僕らはグラス拭いてますとか、タバコの灰皿変えますとか、当たり前のようにマナーとしてやってるかもしれないんですけど、それをされる側になった時に、あ、これもうちょっとこういう感じでやってほしいなと多分気づくはずなんですよ。で、全員が全員例えばそういうマナーができるキャバ嬢さんではないと思いますし、たまたまねベロベロの女の子がついてあーみたいな人が来たとしよう、でもそれ自分がそうやってる可能性もあるんですよね。自分がベロベロなってあーってやっちゃってた時、そういうのがあるホストからしたら、あ、俺こんなんなってしまってたんかなみたいな、これは直さなあかんな、これはだいぶ印象悪いなみたいな気づけるポイントっていうのが結構あるんで、俺はそういう面でそういうところに連れていくっていうこともあります。だから行くか行かないかで言ったら行くんですけど、僕が一人でキャバクラに楽しみに行こうみたいなんで行ってるというのではないって感じですかね。もちろんあのホストの人もキャバクラに行くとき一人で行ってる人行ってないと思うけどね、まあ行ってたらまあすげえなぐらいですわ。まあもしね、もしそれで行ってたら、それはただのキャバクラ好きや。補足なんですけどね、なんもね、いきなりお祝いしてキャバクラ行くぞみたいな感じで一発目にキャバクラ行ってますみたいなんではなくて、いいご飯をまず食べに行ってね、でその後、まあ全然居酒屋でいいんですよ。居酒屋でいいけど、なんていうかな、まあ花った方がええやんやっぱりね。だからまあ一旦挟んどくみたいな感じで、誰もが気を使わずにまあ飲める場として提供してるパターンの方が多いですかね。ということで、次、担当ホストがキャバ嬢と同棲してると思うんですけど、どう思いますか。はぁ、ほんまにしてるそれ。まあ、結構噂だけで終わっちゃってるパターンも多々あるんやと思うけど、これもホストとキャバ嬢のつながりみたいなところやわね。まあ、僕はその子じゃないんで、ほんまに同棲してるかどうかは知らないですけど、ホストの人はね、キャバクラの人と付き合ってる人、
心おるんちゃう。だからね、まあ、隠して付き合ってたりとかするパターンの方が多いんじゃないかな、これは。まあ、同じ夜食っていうのがあって、こっちも彼女がおるっていうのバレたら、すごい終わるのがホストクラブやったとして、キャバクラもキャバ嬢がホストと付き合ってるみたいなのバレたら、まあ、付き合ってるんやったらいかんとこかにも繋がりかねえし、それやったらお互い内緒にしとこうか、みたいなんで、まあ、付き合ってるとかはあると思う、正直ね。おだしな。次ホストの人って、キャバクラに入れるんですか？はい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 。これね、俺も思ってることいっぱいあるよ。みんなね、ホストの人が簡単にキャバクラに入れると思ってるでしょ。大きな間違いなんですよ。よくぞこの質問送ってくれた。もちろん、ホストがキャバクラに行くにあたって、入れるところの方が多いです。で、特にやけど、まあ、これ地方とかが多いかな。地方であったりとか、厳しい都道府県は厳しいんやけど、僕らみたいなね、見た目してたら、入れないということが、結構あるんよね。うん、なんであかんのって思うんやけど、俺、いつもその時思うのよね。めっちゃもったいないやん。誰でもええやん、別に入ってくれたらさ。やけど、何かあるんでしょうね。例えば、そっからスカウトされるとか、簡単に言ったら同業者はお断りみたいなお店がありまして。で、まあまあ、一個ね、これ話すれば、俺腹立ったことが一個あってね。まあ僕ら、行きました。で、その時はね、たまたま違うグループさんの会長さんとか、社長さんとかが、いてらっしゃって、で、まあそこに僕呼ばれたんで、ご飯のとこから参加してたんですけど、その時に、まあ誰も行ったことないとこ行こうみたいな、その指名がいてなくて、みたいなところを行きたいみたいな、その会長さんから、社長さんとかの話になって、ほんでまあ新しく行ったことないとこ行こうってなって行ったんですよ。行ったら、その社長さんとかはね、もう全然もう普通の人よ。なんならちょっとヒゲ生えてるしねぐらい。そっぽくはないんですよ、全然ね。僕より年齢も上ですし。ちょっと君と、何仕事してんのみたいな。怪しないみたいな感じで言われまして。で、まあまあまあ、俺もね、嘘つくわけにもいかんから、もう夜の方ですよねって言われて、まあ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 、夜かもね、みたいな。ホストでしょどうせみたいな、そのボーイさんに言われて。まあ、ホストっぽいですよね、僕みたいな。まあ、かもしれないですよ、みたいなのをね、やり取りしてたんですけど。まあ、最終、入れなかったんですよ。お前は同業者が無理や、みたいな。めっちゃ申し訳なかったよ、あの時はね。全員上の方ですし、俺一人のせいでそこ入られへんかったわけですから。で、なんか、悔しいな、思っとったらね、横から僕みたいなやつがおったんですよ。もう、待ってるね。待ってるグループがあって。僕みたいなのが3人ぐらいおって。で、その人らも同じ質問されとって。でね、明らかに絶対ホストなんやけど、そいつらミュージシャンやって言い出したんですよね。もう腹立つやん。ミュージシャンっていうこのイントネーションももうめちゃくちゃ腹立つんよ。ミュージシャンでいいやんと。ああ、もうなんか、入れてたんよね。その3人は。ミュージシャンやって言ったら、その人が入れとって。絶対ホストやのに、めっちゃ簡単に嘘ついて入っとんのよ。あれはあれでどうかなと思うけど、まあ僕はね、ちょっと正直に言いすぎちゃったっていう部分もあんねんけど、まあ次は絶対ミュージシャンで入ろう思ってるんですけど。まあそれぐらい同業者に厳しいところが結構あるんで、なんで入られへんねんってなる時もあるし、迷惑かかりますよね。その入りたい会長さんとか社長さんは別にホストでもないわけやから。俺一人のせいでなんか入られへんかったみたいな。3度4度ぐらいあるから。いつもなんでやねんと思ってます。キャバクラで指名した女の子とアフターに行きますか？はい。ズッドーンとこうね、ズッドーンと突き刺さる質問でございますね。まあ、行くか行かないかで言ったら、すいません、こればっかりはね、時と場合によると思う。僕は特にやけど、初めにも言った従業員のお祝いとか、そういう名目があって、そういうとこに行くときは、行かないですかね。で、逆に、さっき出てきたその会長さんとか飲みに行くぞって呼ばれたときは、その人らに合わせる形になるから、この人らアフター好きなんよね。あんまり言わなかったからね。その人らもうアフター狙って行ってるみたいなとこあるから、そういうときはもう僕もついていく。で、誰でもええかってそうじゃないから、まあ、どんな選び方してるかな。基本的には、その社長さんと上の方が仲良く喋れそうな子を選んでます。例えばこれで、アフター行った時にね、ついてきてくれた女の子がよ、ああ、ぜひ、みたいな。お前、酒も飲まれへんのかとか言うような人やったらもうやばいわけ。どえらい人になっちゃうからね、俺。だからそこはちゃんと目利き、鼻利きっていうの、うん、ちゃんとして、そういう人を選んでる状態でアフターに行くことはあります。ペロッペロなってたらね、そら知らんよ。寄せてみてからのお楽しみです。だからね、この動画を見たキャバクラで働いてる女の子は連絡待ってます。ありがとうね。はい、ということで、今回はいつもさせていただいてます、質問コーナーのキャバクラ編というコーナーでございました。いかがでしたか？よかったねと、お前おるんじゃないかと思っていただいた方は、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまあ、キャバクラ編ということで、シチュエーションを考えてね、いつものやつやらせていただきましょうか。まあ、キャバクラ行ったらね、こういっぱい綺麗なね、店内で囲まれて、たまにね、こう見えるんですよね。帰り際に隅の方に見たら、ね、で、よう見たらね、なんて書いてんのかな思ったら、これ、非常口